ララリー・トランプはアメリカ合衆国の元テレビプロデューサーである。第45代アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプの次男のエリック・トランプの妻であり、西を設けている。彼女はトランププロダクションのリアルニュースアップデートのプロデューサー兼ホスト、インサイドエディションの元プロデューサーである。ララユナスカは1982年10月12日に、 ノースカロライナ州ウィルミントンで、ロバートルークユナスカとリンダーンサイクスの間に生まれた。弟のカイル・ロバートユナスカがいる。エムズリー・エーレニー高校に通った後、ノースカロライナ州立大学で、コミュニケーションの学士号を取得して、クムラウデで卒業する、また、ニューヨークのフレンチ・キュリナリー・インスティチュートでも学んだ。2012年から2016年まで、テレビニュースマガジンのインサイド・エディションで、 ストーリーコーディネーター兼プロデューサーを務めた。岐阜のドナルド・トランプの2016年大統領選挙運動期間中、ララはトランプイコールペンスウィーメンズ・エンパワーメントツアーを主導し、またブラッド・パース・ケールのジャイルズ・パース・カンパニーのためにトランプタワーの連絡係を務めていた。岐阜の当選後、ララは彼のオンラインプロデューサー兼募金活動員となった。2019年4月、 2015年、欧州難民危機の際に難民を受け入れた、ドイツ首相のアンゲラ・メルケルの決断について、ドイツの崩壊。ドイツで発生した中で、最悪の事態の一つと述べた。ララは2020年のトランプ再選運動の際は、パースケールの上級コンサルタントを務めた。再選運動において、パースケールの個人企業である、パースケールストラテジーを通じて、彼女には、 年間18万ドルが支払われた。ララは遊説の代理人であり、幅広い助言的役割を果たした。またハンムスリムの極陰謀論者のローラルー・マーともに運動を行った。2014年11月8日、ララは6年間の交際を経て、エリック・トランプと結婚し、フロリダ州パームビーチにあるドナルド・トランプのマー・アーラゴで挙式を行った。2017年9月12日、 夫婦の初めての子供であるエリック・ルーク・トランプが生まれた。2019年8月19日、二人目の子供であるキャロライナ・ドロシー・トランプが生まれた。ありがとうございます。